ら北アルプスだったらいるんやけどね、山頂にね、やってまいりました。はい、来ましたよ。はい、志仏山です。はい、非常に古い山っていう話ですね。なんかね、蛇紋岩っていうね、蛇紋岩、はい、蛇紋岩っていうね、そういうこう岩がね、ゴロ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 してるって言われてて、その蛇紋岩の地層が非常に古いそうです。なので、まあ太古の山、志仏山、まあ仏に至るとね。で、この志仏山はね、自然保護のためにね、一方通行なんですよ。はい、山の花までこの尾瀬のね、湿原を行きまして、で、そこから登って、ここに降りてくるというね、まあそういうことで、ポンちゃん、はいはい、行っています。はい、はい、じゃあ山ップをね、山ップスタートします。はい、登山、はい、オッケー、オッケー、じゃあ出発します。そうやね、ぐるっと回りなんよ、今日は周回コースです。よし、こっからポンちゃん、尾瀬ヶ原のね、はい、入り口でござる。さあ、志仏山からでしょ。志仏山から、うん、これがじゃあもしかしたらその蛇紋岩、蛇紋岩、ほら、ここにもなんか蛇紋岩らしき、すごいね、見て、あんちゃん、蛇紋岩の上にほら木がね、もう折れて、あれ、なんていうか、はい、根元しか残ってないけど、そこからまた新しいのが、大きい木が生えとる、生えとる、生えとる、一級河川、はい、川上川。あ、ポンちゃん、なんかね、ここ山の花小屋かもしれませんね。こっからね、志仏山の登りが始まるんですけど、ちょっとね、まだ朝ごはんがまだなんで、朝ごはんをしてね、あそこに尾瀬山の花ビジターセンターって書いてある、ポンちゃん。書いてある、書いてあるね。あそこでか、ポンちゃん、あそこでなんちゃん、花豆ソフトクリームっていうのが、ね、食べてる人おったね。うん、食堂になっとるよ。で、明日はエリクソンの電波、こっちはアイスチーズケーキに、アイスコーヒーに、バニラソフトに、ミネストローネにクラムチャウダーっていう、なんか、えらい豪華やな。営業中やで、ポンちゃん。はい、今日のね、朝ごはんはこれです。これです。あんちゃんの卵焼き。あんちゃんの卵焼き。あんちゃんのお肉。ええ、食べます。朝ごはん。朝ごはん。志仏山荘。鳩町峠は 3.3km、 研究見本園が 1.0、 右へ行くと尾瀬ヶ原、左へ行くと志仏山。ポンちゃん、ここにね、登山者カード入れがあります。これ、これ1枚、はい、同じものです。自分でも持ってた方が時間割が分かるかなと。そうやね、入ってまいります。折らずに入れてください。折らずにね、中で詰まります。登りが約3時間30分だそうなんで、え、今から登るとね、でも折らないと入らないよ。9時半なので1時ってことだね、ポンちゃん、うん、頂上1時、頂上1時、はい。で、鳩町峠までが2時間なんで3時。ああ、尾瀬ヶ原のね、この湿原が広がっております。中古なのね。そうです。蛇紋岩のため滑りやすいので注意。はい。はい。レッツゴー。上りです。上りです。上り専用です。はい、木道の次は石畳。ぽっちゃん。ぽっちゃん、ほら。杉がね、三角形のアーチみたいになってて。倒れとるんや、これ。倒れとるんやね。うん、もともとはこうじゃないよね。右側の、すでに、日本さんがもたれかかってる。あのてっぺんか。ああ、そこはてっぺんですね。そこまで頑張りまーす。はい。あそこまで頑張りまーす。あそこは志仏山。ゆぐれぼんちゃん。はい、あんちゃん。レッツゴー。レッツゴー。ほら、尾瀬ヶ原にね、うん、向こうが日内ヶ岳。
3週間前に行きましたね。行きました。はい。あれ登って降りた重曹で。うん、ね。今日は行きませんよ。ジャボンガのガレバ。ポッチャ、すごいよこのジャボンガンガン。ジャボンガン。ね。ジャボンガン越えて、私物で、私物へ行くで。至る仏の私物や。わからん。ジャボンガン越えたら、パラダイス。わ、鎖なしで登る。鎖がなくてって、登るんだ。道子登らずして誰が登るんだ。気持ちいい。まだ頂上じゃないか。こっちゃ。あんちゃん。第2の鎖場。あ、鎖。うん。始めよ。ジャボンガンの鎖場よ。うん。登ったるで。登ってくれ。待ては下で見守っとるね。あー、行ったか、ポンちゃん。はいよ、ポンちゃん。あー、ポンちゃん。しぶしさんのね、多分8号目あたりだけどね、ここに清水。ここでタオル濡らして夏なんかね、首に巻いたり顔をこう拭いたりしてね、やっぱりちょっとこの気化熱を利用して温度を下げるという。うん、これ大事ですね。いえ、大事、大事、大事。あー、ポンちゃん。お手ヶ原よう見えとる、うん、それでね、こっからね、木道になっとるね、これね、最後の木道のようですけど、頂上近くになってね、ポンちゃん、はい、ガスがガスバグになってきました。そうなんですよ。見えないね。うん、で、なんか涼しい通り越して寒いんです。寒いね。はい、この山のこの極端なこの天気のね、書いてあったね。はい、そうですね、ポンちゃん。もちろん私たちは怠ってませんけどね、注意は来る前にしとかんとね。はい、ノートに書いておきましたから。ノートに書いておきますね。ええ、ポンちゃん、ポンちゃん、なんかもうね、話し声が、うん、ハイマツをね、こう抜けるとね、そこは渋津さんの頂上です。水がすごい。どんだけ深いかな。水火、水火だしや、ポンちゃん。浅いかけど、浅いけどね、水火だしです。よいしょ。お、ポンちゃん、渋津さん山頂です。山頂です。はい、滑るな、ポンちゃん。渋津山山頂。下で、ポンちゃん。下の、うん。2228メートル。2228や、ポンちゃん。うん。みーちゃん、渋津山のね、三角点。ね、三角点。タッチ。おめでとう。こんにちは。やったー、しぶさん、登ったぞ。登りまった。でも真っ白。真っ白。寒いわね。落ちまで自分で言ってしまった。はい、ね、うん、よう来ました。来たな。うん。よっしゃでー、ポンちゃん。よっしゃー。ポンちゃん。はい。結構帰り、岩場、岩よ。岩すごいな。岩すごいで、ポンちゃん。滑るで。滑るな、ポンちゃん。岩ごつゴロゴロや。岩ごつゴロゴロ。岩ごつ、ゴロゴロ。岩がごつゴロゴロ。足の踏み場が難しいな。こういうとこは難しいね、踏み場がね。そして滑るしね、ジャモンガン。ジャモンガン滑るな。
よ、これは。そうだね。本当、確かにこの岩見ると古そう。ね、ポンちゃん。年代。ああ、古そう。古そうな年代。ちょっと抱っこしてもいい？お岩ちゃんに。ほっぺたつけてね。うん、一体化しとるね、ポンちゃん。うん。岩と一体化。私物さんと一体化や、ポンちゃん。なんとなくあったかいの。ほんとだ、あったかい。でしょ？ポンちゃん。うん。あの、砂浜の砂を思い出すあったかさやで、ポンちゃん。岩も温まっとる。ああ、ポンちゃんの後ろがね、私物さん。そしてね、こっちがね、うん、小私物さん。この草は何でしょう、ポンちゃん。本当の名前は？これ、ビンブラシソウ。なんか、ビンブラシに似とるから、ビンブラシソウっていうか。うん、ビンブラシソウ。ねえ。きっと怒られるで、これ。見てる人に。怒られる？うん、ちゃうよーって。へえ、熱くなってきたね。すごいよ。うん。おーい、岩のね、岩の登り、すごいね、岩の階段って感じだね、これ。うわ、小渋さんからね、ちょっと煙ってますけどね、下のね、こんな感じで見えてますよ。あともうちょっとでね、そこが小渋山頂です。ポンチョ、あんちゃん、小渋山頂2162m だそうです。小渋山頂ね、こっからほんでね、もう何にも見えませんから。あら、ガスガス、何にもね、ほら、あっちに何にも見えない小渋山頂ね。ね、来ましたね、標高 2162m。 すごいな。縦走してきました、秘仏山と小渋山。ここを降りると、鳩町峠。鳩町峠に降ります。鳩町峠。ね。左って書いてある。そう。のんちゃん。のんちゃん。鳩町峠。あ、なんか見えてきたよ。見えてきたね。うん。あら。着いたよな？着いたかも。右側を通ってくださいと。はい。それで、あの、機械でカチャッと、なるんですよ。これか。バンダイさんにもあるよ、これ。ね。いや、そういうのは映りませんから。そうなの？うん。到着。鳩町峠に着きました。着きました。ね、皆さんもぜひこの鳩町峠を起点にした山の花ビジターセンター、そこから登って志仏山、で小志仏山、ね、ぐるっと回って鳩町峠。鳩町峠。いいよ、最高。やっぱり尾瀬だけありますね。もしこの動画がいいと思った人はグッポ、それとチャンネル登録もよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではまた来週どこかの山に行きます。ぜひ見てね。さよなら。